皆さんこんにちは、あーくんです。今回は iPhone バッテリー交換で最大容量が表示されなくなる事象を回避する修理についてご紹介いたします。なお今回はボット溶接があります。練習で体得することは簡単ではありますが、まだという方でも前回の動画でご紹介しておりますツールにてバッテリー最大容量を確認することができますので、参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。安定感が良いドライバーとスパッチャーについては概要欄に記載しておりますのでご確認ください。バッテリーを外していきます。50倍速でお届けします。ご用意するものはセラミックハサミをご用意しました。ハサミは2種類で販売しております。チップのところに保護シールがあるのでそちらを剥がしていきます。ここで注意する点は、チップ根元にあるケーブルが切りやすいので注意しましょう。保護テープが剥がれました。チップケーブルを取り外します。さらにそこから折りたたんである金具を開きます。開いた金具の先をハサミで切り落とします。続いて取り付けするバッテリー側です。先ほどの取り外しの要領で保護テープを外していきます。切り離しに関しては、開いた金具を残したまま切り離していきます。載せ替え専用バッテリーの場合は導線が長いため金具なしで切り離しても問題ありません。金具部分はまっすぐ伸ばしてあげましょう。スポット溶接機です。この銅板の上で作業します。面積が小さいので固定具で安定させます。今回は金具付きで厚みがあるため、モード2で強めに溶接します。しっかり取り付いているかを確認して金具を折りたたんでいきます。この時点でうまく溶接できていないとテーブルから外れてしまいます。ここからさらに折りたたんでいくのです。指で刺しているところが必ず保護テープでチップが干渉しないように保護していきましょう。確認できましたら折りたたんでいきます。カバーを取り付け保護テープで仕上げていきます。仕上げたバッテリーをそのまま取り付けしても、バッテリー情報は前のままのため変更します。読み取りがうまくいかないときはコネクターをしっかり押さえてみましょう。まずはオンボタンを押して次の画面にします。ヘルツというメニューが出るので押して最大容量の書き換えしましょう。ライトで書き込みです。続いてオンボタンを押してサイクルクリアを押しましょう。サイクルカウント0になります。このまま取り付けしたいところでありますが反映されませんので、次の通りお願いします。互換性バッテリーを取り付け、警告文章を表示をさせます。これで準備完了です。載せ替えしたバッテリーを取り付けます。認識されて書き換えできました。うまくいかないときは書き換えを繰り返してみてください。次回
iPhone バックパネル、レンズ拡張版ってね。